たくやギフトありがとう、かわいいギフト、ちゅーかわいくてごめん。やばい、さっきまで実はさっきまでちょっと時間あったから寝てましたさっき起きて、さっき起きたんですけど、なんかもう寝ながら気分悪くて、なんかもう頭ぐる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 なりながら、ね、気分悪と思いながら寝てましたたっかさんバラありがとう。そうだよ、だって今日1時間半ぐらいしか夜寝てなくて、そのまま5時半、やばいな、ショールームのさイベント出てる人って毎回こんな感じなんですか。おいはるよ、5時半配信やから5時に起きて、でそっから6時過ぎ劇場集合だったんで、そう、うわあ、1位まであと1900、明日何時起き、明日ちょっと明日は9時ぐらいに劇場行かないといかないので、1位まであと1930、やったー、和幸結婚してギフトありがとうございます。結婚するあ、ニックさん、クマありがとう、クマリンタクアザラシありがとう。そう、明後日がイベントですね。明後日もイベントが朝からあるから、前髪の巻き方はストレートアイロンですよ。ストレートアイロンでまっすぐしてピッてやる巻き、コテじゃないです。そう、裏のみぼつれはさって休めるときはすね、そう大丈夫です、さっきの合間に寝れたから大丈夫です、ありがとう。みんなもね、帽子集めなあかんかったりで寝れてないと思うんで、すいません、本当に。トマトさん、誰もありがとう。ひろすけさん、ギフトありがとうございます。ひろすけさん SMS 認証しました。なんかさっきできてなかったらしくてほんまに寝ませんくてよかった、本当に。大ちゃんハートありがとう。わ、手を苦しとかハートがやりにくい。これは2日目のね、ラストの配信になるので、最後ね、もうね、その気合い入れて頑張りましょう、最後まで。はい、もう一個一個の枠をね大事にして配信していきたいので、はい、ごめんな、謝らなくて大丈夫だよ。風邪ひくで確かにめっちゃ寒いさっきまでも毛布にくるまってたからあったかい。奥村さん、愛さん、ありがとう、ペロペロ。イサムさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。みゆの時給、みゆの時給2000円、時給で働いてないわインスタグラムいいね、ありがとう。あ、そう、インスタ更新したので、皆さん見といてください、インスタ。昨日の宇宙ライブ公演の時の写真を更新したので見といてください
よろしくお願いします。いや、みんなそんな、みんなこそ無理、もう全然大丈夫です。みんなこそね、みんなこそ無理しないでください。ほんまにみんなそうです。本当だよ。あの、顔むくんでるからちょっとほぐしとく。トマトさん、だるまありがとう。だるまさんが転んだ。応援してる、ありがとう。ニックさん、ハートありがとう。バン。皆さんほんまにね、たくさんギフトありがとうございます。明日お話し会やからさ、ほんまにさ、どうやってさ、あの、予定組もうと思って、予定組んだらいいんやろ。お話し会だけやったら2日間組めたかもしれないんですけど、まさにどっちもさ、なんかあるからさ。1位だー、やったー、1位。やったー、よし、あの歌を流しましょう。1位になったということめっちゃ嬉しいです。ほんまに皆さんありがとうございます。ちょっと待ってね。わあ、皆さん声がやばい。皆さん1位だー、ララ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 ラリリリリリリ、1位だ、ありがとうございます。嬉しい、やったー、ありがとうございます。今日は今からあと12時まで配信するんで、あの、最後まで走り、このまま1位で走り抜きましょう。そのためにはね、油断、そのためには油断してはいけない。本田選手も言ってました。いや、まっすぐね、うわー、救急車、すぐ抜かされるちゃうから。最近めっちゃ気になってるんで星投げしに来ました。ありがとうございます。やっと。何で気になってくれたんですか、嬉しい。あの、今日金曜日なんですね。ブラックフライデーってやつやな。ゆうすけ、ハートありがとう。なんかさ、そのたくさんみんながさ、ギフトをこうやってさ、送ってくださるからさ、あの、なんかショールームでさ、企画しようとか思ってもさ、なんか何をしたらいいんか分からん。めっちゃみんな関西人やん。パトカー来てお迎え来たよって。めちゃくちゃ関西人おるやん。アンナちゃん、だるまありがとう。イエーイ、アンナちゃん、たくさん本当投げてくれてありがとうございます。後ろ姿無理。後ろはちょっと、後ろちょっと見せられないですね。ユッキーさん、ハートありがとうございます。リンタクさん、かわいいギフトありがとうございます。じゅん、
可愛くてごめん。ひでしんさん、くまギフトありがとう。みゆちゃん合わせて幸せ。いやもうそんなことを言っただけ、言っていただけて、私こそねめっちゃ幸せです。うん、私こそですよ。私こそ押していただけて本当に幸せです。えら、こんなね数アイドルなんてもうほんとめっちゃいる中で選んでくださって本当に嬉しいです。絶対幸せにします。今週ハートありがとう。初めてショールーム見たけど思ってたより幼いね。確かに。でもね最近ね大人っぽくなる計画をしてて、なんか大人っぽくなるにはやっぱ前髪を伸ばすのかなとか思ったりしてました。今日ちょうどメイクさんに前髪伸ばそうかなって相談してたんです。韓国のアイドルのヘボンちゃんって子がいるんですけど、ヘボンちゃんって子の前髪が本当に可愛くて、あのそんなそういう前髪になりたいなって思います。ビスの時はるちゃんさんがお世話になったの一週と50。あー本当ですか、ありがとうございます。いやこちらこそ、もうね昨日ふくちゃん可愛いギフトありがとう、チュー、可愛くてみゆちゃんハートギフトありがとう。あの昨日そうはるかさんにあの配信出ていただいて、その配信出てくださった時は1位になったんですけど、その後あの抜かされてしまって、あの出てくださったのに昨日せっかくそのね公演終わりで、私の配信に出るから公演、いつもはるかさんって公演終わった後にねショールーム毎回もう欠かさずやってたんですけど、私の配信に出てくださるって決めたから公演前にねわざわざ配信終わらせてくださってて、で公演終わりはもう私に時間をその使ってくださったんですけど、そう最後の最後で私が2位になってしまって、その申し訳なくて昨日夜 LINE 送ってなんか本当に出てくださったのになんかすいませんごめんなさい、でも本当に最後は必ず絶対その1位になりますし、はるかさんが出てくださったこともその無駄にはしないので、で LINE をね送らせていただいて、ではるかさんも分からんことあったらいつでも何でも聞いてねって言ってくださって、はい、もう本当にね素敵な先輩に恵まれたなって思いましたし、はるかさんのファンの方々も本当にねその私なんかのために応援して、はるかさんのためはるかさんの後輩やからってその応援してくださって本当にありがとうございます。本当にねそのはい50カウント管理ありがとうございます。ジンくんハートありがとうございます。やっぱさそういう思いとかをなんかそうなったらなんかすごくなんか一人じゃないんやなってやっぱ思いますね。そうさすがなんてマジでかっこいいなと思って、私もなんかこういう先輩になれたらいいなってすごく思います。まだまだ背中は遠いんですけども。そうエンミックスのヘモンちゃん、そうその子めっちゃ可愛い。私ミハヤから始めソルンちゃんしか見てなかったんですけど、ヘモンちゃんって子めっちゃ可愛いと思って。眠そうです。さっきちょっと寝れたから。
皆さんご実感と知りありがとうございます。すいませんね、なんかその難しいショールームのルールとかも難しいと思うんですけど、皆さんその星とかちゃんと集めてくださって、私のために投げてくださってありがとうございます。ニュージーンズやったらハニちゃんめっちゃ可愛い。もう最近ハニちゃんにハニちゃんばっかり。みよこちゃんハートありがとう。どうもさん誰もありがとうございます。たけぽんくんもありがとう。みえもファンの皆さんのこと本当大好きです、ありがとうございます。あ、飲み物つらないように、確かにそうですね、飲み物つらないようにしないと。ありがとう言ってくれて。たけぽんかわいいギフトありがとう。じゅんかわいくてごすごい。あーペコちゃん肉まんありがとう。初めてのねイベントのその一行をして参加したから、ちょっとね本当に頑張りたいなって思います。今日さちょっと面白い話があって、面白かった話があるんですけど、ツイートしようかと思ったんですけどちょっとやめたんですけど、あのその車でその劇場からさ仕事行くのに移動中に、あのやばい、2位まであと2万ポイントに迫られてる。あのもっちゃんのね、もっちゃんが配信してたから朝見てたん、ちょっとね見てたんですよ。じゃあそのコメント欄でその朝配信やったからコメント欄でちょうどなんかあの和田美優ちゃん朝強そうみたいなコメントが書いてあって、でその時にたまたまちょうどそのパッて開いた時にもっちゃんがそのコメントを拾ってて、んそんなわけないよみたいな言ってて、たまに機嫌悪いみたいな言ってちょっとタイミング良すぎやろと思って、そっと笑いながら外閉じた。ちょっといつもなら「おーい」ってコメントできたんですけど、ちょっとねやめときました。はい、そうたまに機嫌悪い、でもたまにって思われててよかった。なんかずっとじゃなくてよかったと思って。やばい、2位迫られてる。ちょっとあと20分逃げ切れるかどうかですね。今日はほんまに1位で終われますように。ちょっと昨日先輩方に出てもらったにもかかわらず1位で終わることができなかったのがすごく反省、申し訳なく反省してた。ラオさん、アイスありがとうございます。ペロペロ、人間味があってほんまにたまによ、ほんまに実家とかやったらガチで一生機嫌悪いけど、ほんまに。ひろすけくんもありがとう。大地くん猫ありがとうございます。実家とかやったらほんまにあれやけど、さすがにさ、あの身内じゃない人通るときに機嫌悪いのもね、帰れよってなるやん。りっくん、りっくんもありがとう。なんかパンダもありがとう。トウモさん、ダルもありがとうございます。なるやん、帰れよお前帰れよ、なんでそんな機嫌悪いねみたいな思われるかもしれないじゃないですか。私はそんなこと思わないんですけど、はい。明日朝さ、明日の朝あれオフィシャルの撮影やからさ、マジで顔のむくみだけはほんまに撃退していかなあかん。そう、1位のままありたいけどさ、怖い、次の更新で2位にダウンとかなりそうでめっちゃ怖いですね。やっぱ追う方の方が勢いあるじゃないですか、やっぱ
涙袋キラキラ可愛い。あ、ほんまですか。だって最近なんかもうさ、どのレベルまでキラキラにしたいかわからんくてさ。尊いって読める？読めるわ。そんなん読めるよ。今日も可愛い。ほんまですか。嬉しい。ありがとう。明日みゆちゃん漏れますね。ほんまに明日だけはほんまに、ほんま今日はちょっと夜のね夜食とかも絶対控えるって約束する。あ、下がっちゃった。ほら、うわー悲しい。2位になっちゃった。そう、若ぽんさんの小説な、今なんか劇場では貸し出し中なってて読めなくて、だから自分で買いに行かなあかんのですけど、そのフーアにもうどこもなんか売ってなかったって言われたから、やばいやんと思って、やばい、2位に下がっちゃった。カッキーかわいいギフトありがとう。ちゅーかわいくてごニックさん、クマ、うわクマありがとうございます。クマとも、クマ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 、家のことを救ってくれてありがとう。大好き。ラーメン食べに行こうね。ラーメン好きですか。にっくん、くまタワー、にっくん、くまタワー、ありがとうございます。寝落ちしてた、わかる、寝落ちする気持ち。にっくん、ありがとうね、本当に助かります。トモさん、ハットありがとう。ひさまるくんもありがとう。やばい、なんかめっちゃ暑くなってきた。暑っ、急にめっちゃ暑くなってきた。皆さん、あと20分でちょっとあの反映が遅いかもしれないので、ちょっと早めにギフトもあのランキング読みたいと思いますね。今日はそのまだ読まないけど、なんかギリギリとかやったらなんか反映されないみたいな聞いたんで。奥村さん、アイスありがとうございます。ペロペロ、美味しい。新しく TikTok 載せたのか。あ、そう、あれ結構でも前に撮ったやつあれですね。また可愛くてごめんなさい。じゃあ何分に読むか決めとくわ。何分に読んだらいいんですか。みんな何分に読んでたやろ。クジャクさん、レインボースターありがとうございます。そうですよ、2分3分前。じゃあ10分前ぐらいに読もうと思います。それまでにもう1位になれるよう、たくさん送っといてください。50分には読めます。わー、またニックさん、優しい。リテク高い。あとくま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 、ニックン大好き、ありがとう。わー、はるかさんファンの方ありがとうございます。あと10万か。ニックン今日もありがとう。にっくん今日もたくさんありがとう、嬉しい、本当に助かります、ありがとうございます。じゅったー、ありがとう。最近みゆちゃん可愛すぎてやばい、めっちゃ言ってくれる、嬉しい。もうみゆちゃんになりましょうよ。もうミュウツーにならない？
久しぶりにネタパレしてる。めっちゃ懐かしい。全然見てなかった。マジマジ。はい、そう TikTok も上げたからね、皆さん見といてください。バニーちゃん、そうバニーちゃん。明日朝するとしたら7時か8時ぐらいやと思うので、あのレインボースターありがとう、あのまた寝る前にその明日の配信スケジュール書きたいと思います。あのお話し会中はゲリラとかになると思うんで、そこはご了承ください。そう、うさぎ、そう近かったら見えないですよね、やっぱ。ごめんね。あ、やばい、1円まで31万になってる。すごいね。えりちゃん、アザラシタワーありがとう。アザラシ、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 アザラシ。わあ、ほんまにありがとう。お仕事ね、忙しくて大変やのに配信見てくれてほんまにありがとうございます。みえちゃんみたいな仕方になりたい。え、なれますよ、ほんまに。しかもそんな可愛ないしないよ、みえ喋り方。えりちゃん、あざらしとありがとうございます。ありがとう。給料日なので連発、ほんまや、今日給料日や。前髪がなんか急に散らかっちゃった。50カウント完了ありがとうございます。あと5分後に読みますね、ギフト。りっくんバラありがとう。これ知ってるから気分悪いんかな。そうかもしれん、締め付けられててえーってなってるんかも。ペコちゃん、クマありがとう。クマ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 、世界で一番優しいペコちゃん。ペンなくなった。ペコちゃん、クマタワーありがとうございます。やったー。佐々木りさん、ラブレターありがとうございます。イエイ。ユージタコありがとう。こんばんは。なんかさ、インスタのさストーリーとかにさ書いてるけどさ、なんか見てくれるんかなと思いつつ、初見さん、なんか初見の人ってどうやったらなんか引き付けられるんやろな。なんか書いてるけど、トマトさん、かわいいギフトありがとう。チュ、かわいくてごー。元気さん、だるまありがとうございます。寒くないね、めっちゃ今暑い、やばい。めっちゃ汗かいてるね。ん、やけど大丈夫？あ、やけど全然大丈夫じゃないで。ほら、ここ、あ、わからんな。あ、でもここ手のひらちょっと消えてきた。めっちゃ火傷した。小熊さん、お鍋ありがとうございます。 TikTok のストーリー、あー TikTok のストーリーか。
確かに TikTok のストーリーでも言ってみますね。こぐまさん、くまたありがとうございます。くま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 、わ、こぐまさんやん。くまザ・こぐまさんのくまタワーだ。こぐまさん、くまタワーありがとうございます。イエイ、ありがとう。ゴセカウントだいたい何回かむず、確かに難しい。たまになんかたここになんか数字現れてるもん。あ、間違えてると思って。そのやけど隠すためにそれしてるの。え、全然違う、全然全然隠してないよ全然隠してない。でもあれですね、心配されますね。普通にこんな気があったら。わあ、にっくん、にっくん、アザラシ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 、ニッカー、アザラシ、わあ、ニッカーいっぱい投げてくれてありがとう。やった、やった。アザラシ。タワー、ありがとう。にっくん、アザラシタワー、ありがとう。まやちゃん、ハートいっぱいありがとう。そろそろかな、そろそろ50分になったかな。あと1分ですね。スーパープープータイムは1位になった時としかしないのでわあ、まやちゃんいっぱいハート、たくさんのハート。あ、めっちゃ可愛いも届いてたんですか。わかりました。あ、ごめんなさい、気づいてなかった。どこだ。みんな教えてくれてありがとう。めっちゃ可愛い。あ、10時になった。あ、10時じゃない、50分になった。 OK。こぐまさん、めっちゃかわいい、ありがとう。こぐまさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。なんか飛んできてた、すごいの。わあ、こぐまさん最高、最高ゲームだ、すごい。わあ、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。すいません、本当にすごい、こんなギフトがあるんですね。小島さん、やばい、間に合わへん。最高ギフト、ほんまにありがとう。小島さん、ペンの色がなくなってきた。最高ギフト本当にありがとうございます。すいません、もうそのなんかお世話になりっぱなしで、なんかもうどうやってお礼すればいいかもわかんないんですけど、ちょっと元気もうなくなってたんですけど元気出ました、ありがとうございます。タケポンなんか投げてくれてたね。タケポン、クマかな、クマでいい、もうクマ、クマありがとう。タケポン、クマタワーありがとうございます。みんな本当にありがとうございます。はい、
まあどうなるかは分からないんですけど、てかまだまだ始まって2日目なんですけど、ごめんなさい。昨日本当に悔しくて。先輩にも出てもらったにもかかわらず土日も通れなくて本当に悔しくてすいません。もう最悪、ちょっと待って、明日潜在写真撮るのに今日泣いたらあかんのやった、すいません、また明日泣く、昨日じゃあ来年じゃあこのじゃあ去年も泣いて顔ブスやったのにちょっとすいません。13位北野大地さんありがとうございます。12位クジャクさんありがとうございます。11位佐々木里さんありがとうございます。10位みざまるありがとうございます。9位りんたくさんありがとうございます。8位岡本なんじゃねしりさんありがとうございます。7位トーモさんありがとうございます。6位えりちゃんありがとうございます。5位ペコちゃんありがとうございます。そして第4位たくやありがとうございます。はい、すいませんごめんなさい、まだ始まったばっかりなのに。はい、タケポンありがとうございます。そして第2位にっくん、にっくんほんとほんとにそのこのみえのことを応援し始めたばっかりやのにこんなにいっぱい貢献っていうんですか、貢献してくださってありがとうございます。2位にっくんありがとうございます。で第1位はたーん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 、こぐまさん1位。ちょっと待って、ほんまにインクないわ、みゆの気持ちのようにインクがない、本当にありがとう。わあ北の味福間さん第1位本当にありがとう、ありがとうございます。おやみインクなんかもう書きすぎ、あニックまた頑張ったの、なんかくす玉、くす玉ありがとうニック最後にまた投げてくれて
まだ2日目が終わったんですけど、日刊くすもありがとう。2日目もまたね、その2位キープできて、キープさせて、いただいて本当にねありがとうございます。すごい、みんなも星とかいっぱい集めてくれてありがとうございます。また明日からも、明日はお話し会もあるので、星さん、くす玉、くす玉やったっけこれ、ミラーボールやありがとうございます。まだあと何日間かあるので頑張りますね。はい、星貯めといてください。お話し会、はい、皆さん明日お話し会楽しみましょう。今日のことはちょっともう忘れてください。とりあえずミユはもう明日また目晴れないように、もうほんまに最悪や。もう今日だからさ、夜ご飯もさ少なめにしたのにさ、もうダメだ。はい、裸じゃん、裸で配信するわけないやん。59分やからあともうちょっとで終わっちゃう。で30分ぐらいですね。はい、ではまあ、ね、今日1位取りたかったけど無理だって、ちょっとまた悔しかったんですけど、みんなたくさん今日もねギフト送ってくださってありがとうございました。おやすみ、また配信スケジュール書きます。バイバーイ。